小宮、10代の日本人選手たちに無茶ぶりをしてしまう WWW。 今回、U19 年代からトレーニングパートナーも来ていて、そういった選手たちが A 代表に入ってきてほしいと強く求めた。僕や、東安、実は19、20歳で日本代表に入って、久保、立て A もそのあたり、18歳で初出場で入ってます。僕たちが東京五輪に出場した時は半分ぐらいがもう A 代表に入ってました。そういう意味ではちょっと物足りないと思っているので、そこは底上げが欲しいと思うと強調した。めちゃくちゃ無茶ぶりしてて草。今の代表メンバーのレベルの中、10代は中入れないって。 WWW あなたたちがすごすぎて入れないのよ。今の代表メンバーに10代で入れたら確実に振動なのよ。代表に入る基準がまず5代理でプレイしないとみたいな風潮あるから、10代ではきつい。入れるかどうかはともかく、やってやろうという気持ちにさせる発言をする。冨安は頭が良い。将来有望な選手を代表の選手たちと一緒にトレーニングさせるのありだと思う。久保や冨安は10代で普通に海外リーグのスタメンだったもんね。松木と福田あたりがそろそろ急成長してほしい。そう考えると東京五輪世代はタレント揃いだな。冨安たちに加えて伊藤、安田、中村もいるし、リオ世代が不作だったからこそ東京五輪世代にチャンスが多く回ってきたっていうのもある。久保と冨安と同じレベルを求められる10代かわいそう。 WWW 冨安は10代の頃からビッグクラブ行きが噂される選手だったからな。初めて代表でトミーを見た時の衝撃が今でも忘れられない。これが難しいことは冨安がよくわかってる上で発言してるんだろうね。冨安が正論に言う時の顔がノースジなのが好き。